はい、こんにちは。テル・アレクサンダー・ベルセンスです。実は今日から商品紹介を始めました。実はいないんですよね。ヤフーオークションで出品をして、写真を出す人はいるんですけど、動画を出す人はいないんですよ。なので、やっぱりここはやるしかないでしょってことで、誰もやったことないようなことをね、僕はぜひやってみたいんですよ。で、この度はですね、出品するこのジーンズですが、見てください。かなり備品だと思います。使用感、あまりありません。目立った傷も汚れもありません。裏からいきますね。こんな感じです。で、足のところとかも、こんな感じで、ほつれているところもないと。どうしてこんなに綺麗なのかなと思ったら、ブランド名を見たところ、わからないですね。パリスって書いてますね。多分フランスのブランドだと思うんですよ。なんか聞いた話によると、このジーンズはブランドものと聞いてます。綿 100%、 そして裏のところですね。あ、思い出しました。サルーンというブランドです。フレンチサイズで40、100% コットン。はい。で、フレンチサイズでの40インチってことですかね。40インチってことないか。まあ、後で調べます。で、商品のところにも、実寸サイズとかも、記載しておきますので、そちらでご確認をいただきたいと思います。で、表の方、次、いきますね。ざっと上から見ていきましょうか。こんな感じですね。で、まず左膝の方、やっと使用感見つけることができました。膝の少し色あせたところが使用感ですね。下の方は健全です。右膝行きましょう。若干このような使用感確認できます。で、膝のところはあまりだいぶ綺麗ですね。で、この使用感ですが、この膝のところがちょっと色あせてるから、こんなジーンズ履きたくないわなんていうやつは、僕はジーンズなんて履かなきゃいいと思うんですよ。ジーンズってこういうもんですよ。やっぱり若干のこの使用感とか出てるのが味になって、すごくいいと思うんで、おしゃれです、これは。で、あとですね、ちょっと画面がおかしくな、大丈夫ですかね。今なんかノイズが入ったような画面になりましたね。あとは、まあサイズとかは、まあ商品確認のところ、記載してるところを確認してもらったらいいんですけど、ちなみに私がちょっと試着してみた限りだと入りませんでした。ちょっときついかなっていう感じです。多分3日ぐらい断食をすればお腹がへこんできて、多分ガリガリになるんで、それで入るかなっていう感じですね。はい。ただそれで入ったところで、まあ使う予定はないってことで、もうこれ出品してしまおうってことですね。で、まあサルーンのジーンズなので、まあブランドものですから、普段出してる商品よりも少し高めで多分出すかもしれません。で、また言ってください。何かもっと安くしてほしいとかいうのあれば、もう全然受けれる範囲は受けますんで、やっぱり、あ、もうこんな時間かでも商品紹介終わりますね。はい、では皆様ご入札のほどお待ちしております。よろしくお願いします。